どうもレゴラジです。まずはこちらのコーナーから、ハッシュタグレゴラジでツイートのコーナーです。今回はですね、クオルさんからのご投稿です。ありがとうございます。これすごいでしょ。もう見ての通り、どっからどう見てもレゴラジくんですね。しかもね、ラジさんをブリックヘッズで作ってみたけど難しい、サングラスはいいアイデアが出たらやりかえます、ということでね、もうこれね、もう十分ですよね、これで、商品化間違いなしということで、クオルさんありがとうございました。またクオルさんね、レゴロボの、プロフェッショナル、私師匠だと思っております。クオルさんのチャンネルもね、 YouTube チャンネルあります。ぜひチェックしてみてください。動画のね、説明文にクオルさんのチャンネルの URL 貼っておきます。またこちらのね、ハッシュタグレゴラジでツイートのコーナーのね、まだまだ募集しておりますので、こちらの動画でチェックしてみてください。よろしくお願いします。改めましてレゴラジです。今回なんですけど、前回の動画で紹介したライオン騎士の城と同じ日に発売される、こちらも懐かしのレゴの復刻版、リメイク版の商品となっております。レゴ創業90周年記念モデルの銀河探検隊というセットになります。発売日は8月1日、価格は 13,980 円。レゴ公式オンラインストアでは現在予約受付中になってますね。製品番号は10497、ピース数は1254ピースで、ミニフィグは4体入ってるようです。こちらのセットは1979年に発売されたレゴクラシック大型宇宙船、製品番号は497ですね。この特徴をさらにスケールアップしての発売だそうです。これね、国内でね、探してもね、買えなそうですね。ネットでもね、なかなか見つけることができませんでした。ブリリンでもね、未開封、新品はなさそうですね。30万ぐらいするんじゃないかと思います、新品だとね。しかも売ってればね、ないんですよ、見つけられなかった。以前ね、ハッシュタグレゴラジのコーナーで送ってくれたランランタッチさんがね、送ってくれたやつ、これね、ここまで昔のじゃないのかもしれないですけど、このシリーズのミニフィグですよね。この辺ね、あんま詳しくないんですよね。ということでね、今度発売される新しいセットは1254ピースと超大型のセットになってるんですが、もともとはね、350ピースぐらいのセットだったみたいですね。かなりスケールアップしてますね。こちらね、もちろん90周年記念のね、復刻版リメイクレゴなので、大人向けのレゴとなっております。かなり細かく作られてるようで、格納式着陸ギア、後部の開閉式ドア、探査車出動用スロープなどのディティールを満載に詰め込んでいるそうです。後部スペースには探査車、道具、スロープを格納できます。宇宙飛行士4体が入るコックピットに加え、ベッド、コンピューター、収納が揃った居住空間もありますだそうです。とにかく1200ピースですからね、いろいろ詰め込んである素晴らしいセットですね。残念ながらね、特殊な形をした基礎版は入ってないようなんですが、このね、宇宙シリーズね、マニアはかなりたくさんいます。そして1254ピースで 13,980 円なんで、とっても買いやすい価格設定になってますよね。あのライオンのお城とはちょっと違ってね、こっちは買いやすいから、売れるんじゃないでしょうか。ということで、今回はね、8月1日に発売となる銀河探検隊の紹介となりました。8月1日なんですけど、新商品ポツポツ公式オンラインストアにね、こんなの出ますよっていうのがポツポツ出てきております。そうなってくるとまたね、買えるかどうかっていうのはね、他のセットも欲しいのたくさんあるんでね、悩んじゃいますよね。どうしようということで、悩んでる方、今後もね、発売、新発売の商品の紹介、検討動画をね、上げていきます。ぜひチャンネル登録をして、一緒に悩んでください。
ということで本日もご視聴ありがとうございました。またね。